シーナが。そんな、やだ。どうしてそんな恐ろしいことが。なんでよ、もうこの世にいないの、あなた。ふざけないでよ、もう少しそばにいてよ、シーナ。二人とも、やっぱりここにいちゃダメ。すぐにでも町を出るわよ。黒いあいつらがこの町に入ってこれるのなら、そこから出ることもできるはず。明日のカーニバルの喧騒に紛れて町に出て、外から入ってくるあいつらの車を襲って乗っ取りましょう。奴らのように車で飛ばせば、町を包む結界だって突っ切れるかも。すごい、舞ちゃん運転できるの？やったことないけど、それしかない。どう思う？私の心はもう決まってるから、舞ちゃんと一緒に行くよ。同感です。よし、それじゃあ今日は明日の脱出のための準備の日にするわよ。最低限の荷物だけまとめておいて。あの人からだ。事情話さなきゃね。なんてメールなの？今から町の路地裏で会えないか、だって。来ましたね。山村さん、大変なの。落ち着いて聞いて。シーナが知っています。何が起きたのか、私も心の整理がついていません。え？でもあなたたちに見てほしいものがあるの。見てほしいもの？昨晩殺される直前にシーナが私に送ったと思われる動画ファイル、回線の遅延で今朝送られてきました。覚悟してみてください。聞こえるかな？シーナだよ。私、大変なことに巻き込まれてる。この町と女子寮の真実が隠されたおぞましい部屋にいるわ。エルストレイン教の黒装束の人たちに追われて今隠れてて、私されるかも。お願い、この映像見たら、舞ちゃんたちに伝えて。寮母のミドラは人殺したって。女子寮ワーツワースはコーチを守ってるんじゃない、コーチを使って囲い込んでる。理由は分からないけど、見て、壁に貼ってあるのはワーズワーズに入った子たちとその家族の写真。それから家が火事になったり事故にあったりして、家族全員が亡くなり彼女たちが孤児になったニュースのスクラップ。そして事故から家族が生き残っている子はフェイルドと書かれている。これは殺害計画の暴動。妖精たちは事故で天涯孤独になったのではなく、寮に仕組まれて孤児にされていたんだわ。先日亡くなった子たちも顔自身に罰が。どうしてこんなこと。
入ってはならぬと厳しく伝えたのに、この部屋に入るなんて、お前は咎人となってしまう。汚れを払うため神への供物として捧げます。もうたくさんよ。なんで平気でこんなもの見せれんの。私が平気だと思う？シーナは私の大事な人よ。二度と見なくていいから、最後まで見て。エルストレイン・マルバス、エルストレイン・マルバス、うつしおにその姿を。おおおお。何か気づいた？途中からミドラが何かつぶやいてた。え、それと最後の言葉、心当たりは？あの言葉、バルボスじゃないマルバスなの。ここで時々聞く言葉よ。何なのかわからない。私もよ。でもとてつもなく恐ろしいものの凄ましい言葉に聞こえる。こいつらはもしかしたらとてつもないことを計画しているかもしれない。あの、途中で変な声も聞こえました。この世のものと思えない声、男のような、動物のような、二度と聞きたくないです。そう、私がもう一度聞き直してみるね。ありがとう。寮母はどこ？女子寮にいるわ。どうするの？もうすぐにでも逃げた方が。あいつを逮捕してこの女子寮を告発しなければ、シーナが浮かばれないでしょう。レンタルの車は町の外に止めてあるわ。
明日逮捕した寮母と一緒にこの町を出ましょう。心配いらないよ。万が一のことを考えて寮母にあなたたちのことは一切話さない。あくまで私の単独行動として寮母と戦うわ。証拠の動画を武器にね。じゃあ寮母室に行ってくるわ。怪しまれないように明日の朝落ち合いましょう。どうしよう。私もう何もわからないよ。どうしていいのか。ロット、あんたは何も悪くないし何も間違ったことをしてない。胸を張って。巻き込んでごめん。心配だよ。そうね。とにかく私たちもワーズワースに戻りましょう。寮母先生どうしたの？外から来た人と何やら揉めてるようね。いつも冷静なミドラ先生があんなに怒鳴るなんて。穏やかじゃないわね。これは明日のお祭りの準備の手を止めてまでみんなが集まってくるほどの騒ぎに。大丈夫かな、ユリザ。相手は殺人も厭わない人間なのに。行ってみよう。はーい、今入っちゃダメですよ。今、大人の話をしているみたいですからね。失礼いたします。この私に脅しとは恐れ入るわ。故郷に帰れるとでも。一週間経っても私が戻らなければ仲間の通報によりここに捜査が入ることになっています。証拠の映像は今見せた通り。覚悟を決めてください。せめて自首の形を取らせてあげようというのです。あなたを信頼している。ここの寮生のためにね。子供の前ですよ。背筋を正しなさい。曲がりなりにも教育者でしょ。自分のやったことの責任を取るのです。では明日また。今日一日の猶予を与えます。出発の準備を整えておいてください。私たちも準備を。明日ここを出るわ。やり残しのないようにしましょう。お疲れ様。戻って休みましょう。明日にはここともお別れだわ。
丈夫ですか？辛いとは思いますが、 あなたのためにも私とマイさんはロットさんを連れ出します。許してください。平気だよ。リリアナもマイちゃんも優しいから思い合ってくれてるのわかる。でも大丈夫、ロット決めてるから。あら、マイちゃん、ロットちゃん、リリアナちゃん、ちょうどいいわ。寮生長、あなたたちのスカート穴が開いていたでしょ。繕っておいたわ。はい。ありがとう。ありがとう。まるで男の子ね。あまりスカートで地面に座っちゃダメだよ。リリアナ、ほら。腕虫さんのおもちゃ、キモかわいい。町の露店で売っていたんだ。あげるよ。好きだったよね、この変な虫のグッズ。大事にします。なんだか元気ないわね。明日は町や寮を挙げてのお祭りよ。元気だぞ。行こう、アビ。ね、サラ。こんないい人たちをみんな置いていくのは辛いね。でもみんなで動いちゃ脱走なんて成功しないわ。メイド長のシズたちにも見つかるだろうし、明日は寮母が連れ出されるタイミングでこっそり抜け出すのよ。まず私たちが生き残らなきゃ。そして必ず救援を呼んで戻ってこよう。いい？うん、はい。じゃあリリアナ、また明日ね。もし何か異変があったらすぐ私とロットの部屋に来て。はい。おやすみなさい、マイさん、ロットさん。何なの？気持ち悪い。誰かに今見られてたみたいな。誰も見ていないわね。出ましょう。うん。思ったよりにぎわってるね。これならそんなに目立たずに動けそうだわ。そうですね。もちろんお前も私の味方でしょ。どうしたの？マイちゃん、私何でもない。しっかりして。私たちが成功しないと、いずれ寮生のみんなは殺されるわ。ユリサの泊まっている宿はこの路地の向こうね。寮母をその宿まで連れてくるって話だったから、私たちはそこに隠れて待っていましょう。なんだ、家が突然崩れたぞ。今のすごい音は、何が起こったんだ。嘘でしょ。よし、これで日本に帰る準備は完了。あとはミドラを逃がさないようにしなきゃ。
許せるわけない。この町にはびこる残酷なカルト集団、私と日本のみんなでリトヤシにしないと。シーナやマイちゃんたちだけじゃない、もっと被害者が出る。マイちゃんたちかな。早いわね。よし行こう。カルト教徒たち、まずいわ、逃げなきゃ。いた。嘘でしょ。オルスクラ、エルストレイナ・バルボス。デリトル・ケイニー、バリーナ。いや、やめて。あっ。